いかん。なんか本当に衣をばかれるっていうのは辛いです。綺麗な顔してました。可愛かったっていうか、私の初めて私が柴井さんとお会いした時と今の顔とはもう全然変わってないな。なんていうか、ちょっと本当に私興奮してますからね。とてもちょっと落ち着くまですいませんけど、今もうすいません。じゃあ私にとってあのひばりさんはどんな存在でしたか？ちょっとやっぱ言えないですね。すいません。はい。6月24日午前0時28分、入院中の歌手美空ひばりさんの突然の死去の知らせに未明の日本列島が大きく揺れた。どうやってお尻になりました？すいません。どうやってお尻になりました？ちょっと出てください。すいません。どうやってお尻になりました？いや今ちょっと。何時頃ですか？聞いたのは。電話で？はい。誰から？ちょっとすいません、ごめんなさい。誰から教えていただけますか？ここでフジテレビ報道センターからニュースをお伝えします。歌手の美空ひばりさんが入院中の東京順天堂大学病院で今日午前0時28分心不全のため亡くなりました。52歳でした。向けててボリューム見て。美空ひばりさんがですね、6月の24日、午前0時28分、順天堂大学病院で、亡くなりました。ふっくらとしてね、なんか寝てる感じでしたね。まさかのなことになるとは、誰も思いませんよね。本当に最後まで言わなかった。だけどもここ本当に最近になってね、私はまだ死ねないっていうことを言った。苦しみはなかったんでしょうか？一番最後はなんか眠るようにね、薬が効いててそのまま急に脈が血圧が下がって、それから、こう息をとなくたらしいんですけどね。僕は歌というものの出会いがひばりさんのリンゴ追い分けでしたし、だから僕にとって、僕自身が歌手というものを志したその最初の出会い、それがひばりさんの歌でしたんで、それからというものはひばりさんを目標にし、またひばりさんと
一緒に歌えるというそういうことを励みに頑張ってきましたんで、寝てる姿を見てもう一度起きてほしいと思いました。今お会いになってらっしゃったんですか。はい、お顔はどんな様子でした。とても本当にこう東京キッドの頃のああいう幼いとても可愛らしいお顔でした。苦しんだ様子はじゃあ全然感じられなくて、とても可愛い安らかな顔でした。お母さんが、あんたは私の息子だからという形でね、もう兄弟同様にお付き合いさせてもらってきましたからね。だからなんかもうあそこで顔を見た途端にね、もう何にも言えませんでした。もう残念でしょうがないですね。もう悔しいですね。なんか私は張り合い抜けましたよ。もうたった一人のね、もう我々の歌い手の神様がやっぱ行っちゃうとね、旅立っちゃうと寂しいですよ。もう何か教えてもらわなきゃいけないと思って言いながら、本当に亡くなった顔じゃないです。いい顔してらっしゃって、息子さんがずっとねお話して、ちょっと少しするとこう顔をさせてあげたりとかね、話しかけてらっしゃるよ、どうしたみたいなことをおっしゃっているのが悲しくてね、何にも言えなくてね、じっと。いいんだろうかと思います。もう本当に悲しくて、もう切なくてどうしようもありません。もう今が夢だってほしいと思います。もう、はい、すいません、はい、すいません、はい、ありがとうございます。天才は溶接するんだなと思いましたね。だからね、花のようにね咲いて花のように散っていくんですね。私より先行くなんてどういうつもりだろうね。私よりね待っててくれる、私は行ってからと思ってたのに、私より先あの人がね、まあ召されて浄土へ行っちゃった。早いもんですから。今お顔をご覧になったお別れはできたんですか。はい、させていただきました。もう本当に道場のような。私が大阪の劇場出てます時にとてもいい手紙くださって、それに皆さんもよくご存知でしょうけど、焦らず怒らず諦めずという
私たちにも教訓になるような言葉が書いてあって、その心境で今は病と戦っていますということ書いてありました。よっぽど森さんと直にお目にかかってお話したかったでしょうね。もう一度お前お会いしたかったですね。いつでも言ってくだされば駆けつけますと、なんかこうやって書いてて、まあ、母に手紙書いてみたいって書いてありました。一夜明けた昨日の日曜日、東京目黒区青葉台のひばり亭の前には次々と弔問の客が、またファンが地方から駆けつけた。どんな思いで今手を合わせられましたか？死にたくない。でも私らの中にはやっぱり美空ひばりはまだ生きてますからね。ひばりちゃんは応援歌だけの歌手じゃないんです。みんなの気持ちを安らがせるような歌が歌える人なんです。これから進化が発揮できる時なんです。何もないもん。でもやっぱりありがとうって言うんでしょうかね。さよならは言えないし、今どういう時のひばりさんのお顔を思い出されますか？もう嫌だとかさ、かっちゃん嫌だとか、どうしてあの変な飲み方するとか、いろんなそういうようなね、あのぐちゃぐちゃぐちゃってなっちゃった時のあのひばりちゃんの顔を今でも写真見てね、うん、亡くなってその花がこう散ったっていうんだけど、亡くなっちゃったら今度咲きっぱなしっていう人なんじゃないかしらね。今度も散ることないわけだから、うん、これで、うん、あと美空ひばりっていう花はもうずっと咲きっぱなしになるっていうか。多くの友人知人たちの中には、地方での仕事のため弔問に来れぬ人もいた。林雄一さんもその一人だった。まあ、ひばりさんもそうだし裕次郎さんもそうでしたけども、僕のやはり青春時代の何かこの思い出みたいなことが多すぎるんですね。ひばりさんの歌を聴いて、裕次郎さんのやってらっしゃるような格好をしてっていうのは僕たちの青春でしたからね。とっても明るくてね、共演者を大事にしてくださって、やりにくかないかとか、どういうふうにしようとか、それでなるべくそのファミリーのようにっていうんで、哲也君とかね、武彦君と同じように兄弟のように扱ってくださったってことが、僕は一人っ子ですからね、非常にそれがやっぱり嬉しかったですね。やがて夜の帳が降り、本通夜が7時から始まった。ひばり亭の前は人の出入りが激しくなっていく。室内練習場にわざわざ我々が練習してて来てくれたり、はい、差し入れ持ってきてくれたりとか、それからよく手紙を書いてくれたんですよね、うんうん、やっぱり綺麗な字でね、うん、ああいう忙しい仕事をしてる人なのに丁寧な手紙書いてくれてね、うん、そちらの方が僕にとってやっぱり印象深いですね、うん、亡くなってからそういうふうに感じるのがねおかしいんですけど、うんうん、改めてやっぱりその存在の偉大さっていうかね、うん、そういうのを感じましたね、うん、もう何も言えませんでしたね。写真を見てたらもう何にも言えない、何を言っていいのか分かんなくなっちゃって、僕はいつも姉上姉上って呼んでたんですけども、もちろんいつも優しくて、それから時には厳しくて、
そういう厳しさっていうのは舞台の時にすごく感じましたね。悲しみとショックでノーコメントだった歌手の森進一さんもその後インタビューに応じ大先輩の死について語った。 3,4 年の頃だと思うんです。一人で暮らしてる時に岩井さんがね一人暮らしでちゃんと暮らしてるのかなんてちゃんと家の中見せなさいなんてうちに遊びに来てくれたこともあったし、まさかもなんか特別にねなんか可愛がってもらってたみたいで、いろいろその僕と一緒になる時も本当に惜しいって、でもその分幸せにならなきゃダメだよなんて言ってらしたし、いつもなんかこう優しくね見守っててくれたっていうか、本当に優しい方でしたね。女王だっていうふうにおっしゃるけれども非常に寂しがり屋さんでね、はい、その電話のボーイフレンドだったんですよね。ほう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 。テレビに向かって暴言吐いたりするのは半分ひばりさんに怒られたくてね、うん、とこがあった、うんうん、突っ張ってね、そうダメよ見てたけどあんな言い方しちゃダメよって言われるのがね、うんうん、非常に嬉しくてなんかそういうとこがあったの、うん、もうガクッときちゃった、うん。私はとにかくもうその人間的な素晴らしさというかもう人間美空ひばりさんに本当にもう惚れてるっていうかもう大好きでして、でだから本当これからがすごく楽しみな方だったんじゃないかな。皆さんがなんていうのかな、本当のひばりちゃんの人間分かってもらえる時はこれからだったんじゃないかと思って、私それが一番残念なんですね。ご一緒するだけでもいい意味のすごくこう緊張を与えてくださる先輩でしたし、でやはりひばりさんのたまにお会いした時に「さゆりちゃん歌うまくなったわね」って言ってくれるさる、その一言がすごくこう励みになる先輩でしたから、なんかすごくもう信じられないですね。もう一度歌いたいという情熱で激痛と戦ったひばりさんにはどんな思いがおありになりますでしょう。やっぱりそこまでこう歌をね愛することができるっていうのは本当に、まあ、見習うべきところがあるっていうのは、そんなことは僕がいちいち口にしなくても多くの方が分かっていることだと思うんですよね。だからただそういうことを抜きにして純粋に歌というものを愛されたっていうことは本当に素晴らしいことじゃないかなっていうふうにも思います。可愛がっていただきましたからね。ですから本当に安らかにという言葉しか出てこなかったんですけどね。